皆さんこんにちは。店長も私とその仲間ですね、バイク店をさせていただいている次第でございます。はい、こちらいわゆるスポーツカブってやつですね。でやっぱりね、フロントのブレーキが効かない、効きが弱い、だいぶでも良くはなってきたっていう感じということで、はい、後ろはあの先日バラして、ね、ドラムの中掃除してあの、まあ、カムとかね、ブレーキのカムとかをグリスアップして組み付けてあります、はい。で、まあ、フロントもね、まあ、ついでにやりましょうということですね、はい。ちょっとね、で古いオートバイなんで、これブレーキドラムを止めるのにトルクロッドっていうのがついてるんですよね。今のは大体あのフロントフォークのところにこう突起があってね、そこにドラムの裏側にこう突起がパカッとはまって動かないようにするっていう作りだと思うんですけど、いつぐらいまでですかね、こういう作りなのは。こう古いね、この回る固定、要は後ろのドラムと同じですよね、考え方はね、止めてるんですよ。 CB125 の、古いやつ、B6 とかあの辺までも同じような作りだったかと思いますが、はい、なんかそんなことを記憶しております。はい、でこれはですね、先にトルクロットのこう外して、そうするとですね、で、こっちですね、特にね緩み止めないんですよね、これね。ネジロックになってありますね。こういうメッキの、あら